心置きなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は5月23日。ああ早いね。まあ1週間ごとの番組だからさ、なんか7日経ってるのは当たり前なんだけど。だってもうすぐ6月でしょ。そっか。なんかあっという間に夏来そうだよね。春服今のうちにいっぱい着とこう。あとはあそう普段ね私メール全ほとんどこう拝見して選んでるんですけど、まあ読めない方がほとんどなんですが、近況報告すごいたくさんもらって、で初めましての方もすごく増えて、でなんだろうな、まあこういうご時世とか、ご時世関係なくちょっと仕事でしんどいとか、あとは学業とかでなんかこう迷ったりとか考え込んでた時にこのラジオを聞いて、まあ多分ねお悩み相談室なんだよね。で聞いた私が何かふと言った言葉がきっかけになって行動を起こしたらなんかすごいいい方向に行きましたとか、その言葉を受けて頑張れましたとかっていう、私にとってはありがたい言葉たちがこう書かれたメールたくさん来てて、ちょっと全部はお読みすることできなかったんですけど、とっても嬉しかったですっていうことをお伝えしたかったので、はい、ラジオネーム誰だっていうの人もいるかもしれないけど、本当にいっぱいいたの。多分ね十何人くらいはいた。みんなねなんか大変な中こんな不思議ななんか神々のラジオを聞いて元気を出してくれてるのかなと思うととっても嬉しいです。まあね、いろんなものに負けないで頑張っていきましょうね。ということでそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ラジオネームガチャガチャさんからいただきました。小原さんの好きな駄菓子はありますか？なんか竹のスプーンでなんかすくうヨーグルトみたいなやつのお菓子。小原好みの心置きなく。改めまして小原好みです。ヨーグル、モロッコヨーグルだ。そう、なんかゾウさんの大きいやつで買うと、あ、ちっちゃいやつでもそっか、ゾウさんがこうプリントされてるやつかな。あれ大好きなんですよね。大きめの駄菓子屋さん行くと、あれのビッグサイズが売ってんの。あれを買って、まあ今の年齢で食べるとわかんないけど、最後に食べたあれ20代前半だったんだけど、大きいやつ。あれ買って帰ると母親に、ねえ、なんでそんな胃がもたれそうな、なんか、全部、一気に食べんのって言われて、当時一気に食べたんだけど、って言われたのを覚えてる。他にも、美味しい駄菓子いっぱいあるよね。でも最近駄菓子屋さんで少なくなっちゃったよね。なんか、お台場とかさ、そういうなんか特別な、なんかそういう施設とか行くと、なんかやっぱその懐かしさにみんな浸れるようにって言って、ちゃんと駄菓子屋さんがボンって入ってるお店結構あるけど、なんか下町とか、普通に田舎で、昔からある駄菓子屋さんっていうのはやっぱちょっとどっか減ってきちゃったよね。うん。みんなの好きな駄菓子は何ですか？ぜひシャープココラジでつぶやいてみてくださいね。ではでは、ふつおた読んでいきます。ココネームカホーさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。先日母親と話していた時に、今年父親が還暦を迎えることを思い出しました。いいホテルで家族みんなでご飯を食べたり、何か赤いものを準備しようと計画中です。ココちゃんは還暦祝いをしたお話を聞いたことはありますか？もし聞いたことがあれば参考までに聞かせてください。なるほど。カホーさんのお父様と、じゃあ私の父は同級生なのかな。私の父も今年で還暦を迎えるんですね。で、まあ、父の誕生日が12月の8日なんですけど、そうだから年始に母から電話で、
今年はパパが還暦を迎えるから、なんか特別なこうお祝いをしたくてねって来て、で、あなた帰ってこれたりするって言われて、ちょっとスケジュールを確認したら帰れそうになく、だからどうしようかなって、本当だったらね、仕事なんだって言っといて、サプライズで帰ってきましたって言ってお祝いして次の日ファって帰るっていうプランもあるけれども、まあちょっとご時世的にどうかどうなるかもわからないのと、あと仕事柄ちょっと行けそうになかったから、まあいつもやってるビデオ通話とかになっちゃうのかなと思うけど、どうしようかね。家族会議をよくしているよ最近、弟と母と3人で。何がいいのかな。赤いものね、赤いちゃんちゃんことかってよく聞きません？なんか赤いの、なんだろう、何がいいかな。何がいいんだろう。赤いマフラー、面白くないな。何がいいんだろうな。赤い食べ物をひたすら食べさせる。赤い食べ物を送るとか？どうなんだろう。トマト、リンゴ、イチゴ。いや、でもただの美味しいもんだもんな。でもね、一緒にお祝いできたらいいですよね。赤いベレー帽に赤いちゃんちゃんこを用意したら面白いかな。ちょっと想像できないな。普段父って赤いものを身につけたりしないから。今からとても楽しみです。はい。なんか参考になる話ができなくてごめんね。はい。では、続けて読んでいきます。ココネーム、のんのんさんからいただきました。ありがとうございます。先日、割と付き合いのある同級生に、彼女大切にしやと送ったら、当たり前やん。あんないい人を大切にしないわけがない。というメッセージが届き、くっそーと思いつつも、あまりの反応に枕に向かって幸せになれと叫びました。あまりにも幸せ、ん？あまりにも素敵な反応だったのでメールさせていただきました。とても心が温かくなったので、小原さんやココラジリスナーさんにも共有させていただきます。二人の関係に幸あれ。おー、なんかすごいいいメール。なんかどうですか？こういうのを聞いて、あ、よかったねって思う。あ、思う。なんかココラジリスナーの半分ぐらいのリスナーさん、多分男性なんだろうね、はクソってつぶやいてる人たまにいるの。畜生リア充めって。なんか私ね、この番組でも話したんですけど、今年結婚する友人が何組もいるんですけど、なんかやっぱ高校生からの付き合いのある同級生だったりするから、話聞くとなんか漫画みたいっていう話とかが結構あったりしていいなって。そしたらなんかね、今年に入っていろんな人から、あのさ、川越のおすすめのスポット教えてってきて、なんかもう私川越の人みたいになっててそうで、こことここ行くといいよとかって言って話したら、後日その多分彼氏さんとね行ったんであろう写真とかが来たりして、まあ、去年からそういうなんかメールってか LINE よく来てたんだけど、なんかいいね、周りみんな幸せになってて、私も幸せな気分になっていますよ。はい、ぜひ今クソと思っているそこのあなた、ぜひ幸あれとつぶやきなさい。はい、では行きます。続いて、ココネーム、かぐやさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。月刊ニュータイプ6月号の映画大好きポンポさんのインタビュー読みました。ありがとうございます。オーディションでのエピソードや、アフレコ時のお話など、早く映画でどのような演技をしているのか、見たくなるくらいワクワクさせてくれるインタビューでした。個人的に胸に来たのは、声優のお仕事がほぼ初めてという清水くん、大谷さんのために数々のアドバイスをしていたとのこと。いやいやいや。それが、魔法陣ぐるぐるの時に石神さんが同じようにココちゃんを支え、後輩ができたら同じようにしてあげてほしいと言っていたこと。ココちゃんが声優として頑張ってきた証が後輩の方々にも継承され、いい関係を築き上げているのだと実感しました。今後もたくさんの後輩ができると思いますが、支え合いながら素敵な作品を作ってくれることを願っています。ありがとうございます。そうなんです。ポンポさんはね、一応来月公開を予定しているんですけれども、
そう、もう取材いろいろ始まっていて、そうだね、もう発売になりましたね。そう、アフレコの話とか、いろいろそのインタビュアーさんからいろいろ質問いただいたんですけど、まあ、これはね、おいおい話していこうかなと思うんですけど、本当にね、素敵なチームで、で、とにかく、声優初めてだって言ってたお二人の、まあ、フレッシュさはもちろんだけど、果敢に挑んでいく姿勢が、本当に素敵で、なんか、なんだったらさ、ちょっとどっか萎縮しちゃったりとかするじゃない。演じようっていう気持ちは一緒でも、技術的に違うものだからさ、求められることって。だけど、それに負けないで、なんかこう、楽しそうに演じていく二人の姿が、私には本当にキラキラして見えて、なんか、感動したんですよね。アフレコの時点で。で、まあ私は関係者なので、もうポンポさん実はもう見ているんですが、あのね、本当にすごいよ。二人のお芝居はもちろん。ポンポさんってタイトルにはなってるけど、やっぱその敏腕プロデューサーっていう立ち位置で、二人の成長をどっか見守る的なポジションでもあったりするのね。それが本当にアフレコの時と映画の時、映画っていうかその作品の中での、ジーンくんナタリーを見守るポンポさんっていうのがすごくリンクしてて、それもあって全然泣くようなシーンじゃないのに泣いちゃったりとか、実は私してて、早くもっと話したい。これ以上話すとね、内容にどんどん内容について触れてっちゃうと思うから、ぜひ、知らないまま、映画を見るっていうのも楽しいと思いますし、漫画を見てから、見るっていうのもいいと思いますし、あとは、前から原作すごく好きでっていう方ももちろんいらっしゃると思うので、いろんな方に楽しんでいただける作品になると思うので、ぜひ、楽しみにしていてください。ではでは続けて読んでいきます。ココネームハリ太郎さんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、ここにちは。ここにちは。私は先日、ミスドの食べ放題に行ってきました。ドーナツを7個パイを3個食べてドリンクを3杯飲み、総カロリーはだいたい2700キロカロリーでした。ココちゃんは大食いとかできる方ですか？またやってみたい食べ放題などあれば聞いてみたいです。てか、そもそもミスドって食べ放題やってるんですね。私知らなかったし、でもどう考えても、ドーナツ7個、パイ3つ、ドリンクを3杯。すごい食べたね。私多分4つぐらいで限界かな。へぇー。ミスド大好きなんだけどな。なんかね、実家にいた頃は、ミスド近かったからよく家族で行ってたんです。で、買って家で食べたりしてたんですけど、今住んでるところは、まあ、あんまりない地域だったりするから、いいな、羨ましい。あとはやっぱミスドって言うと私学生時代思い出してしまう。塾の近くに、ミスドがあったから、塾帰りとか塾前とかに教科書っていうかそのテキストをミスドに持ち込んで3、4時間ぐらいそこで勉強したりして、でドーナツじゃなくて私が食べてたのはなんだっけな、汁そばがすごく好きで、汁というかおつゆの中に麺とあとその上にちょこっとだけネギが乗ってるやつ、あれがすごい好きなの。今もあるから食べたいな。懐かしさにちょっと浸ってしまいました。ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。ここからはこちらのコーナーをお届けします。ありがとうのコーナー。こちらはリスナーの皆さんからありがとうと思ったエピソードを送ってもらい、みんなでほんわかしていこうというコーナーです。最近私涙腺が弱くなっているので泣いてしまわないか不安ですが、行きましょう。では、ラジオネーム星空のガーディアン皇帝さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ここにちは。ここにちは。
先日祖母が104歳を迎えたのですが、このご時世もあり、昨年同様直接会っておめでとうが言えなくてとても心残りでした。しかしテレビ電話でお話しした際、大変な時期だけどこうやって話せるだけで嬉しいよ、でもまた会える時まで頑張らなくちゃね、と笑顔でガッツポーズをしてくれて本当に嬉しかったのと同時に私も元気をもらいました。私が子供の頃は困ったことがあったらいつも祖母に相談していましたが、チャキチャキとした祖母は、悩みにスパッと答えてくれて私の支えになってくれていたのですが、こんな大人になった今でも私に元気をくれる祖母は本当にかけがえのない存在です。おばあちゃん本当にありがとう、そして長生きしてね、という。いいね、そうだね、今のこのご時世会うのは、しかもご高齢の方にね、会うっていうのは、やっぱりみんな控えてる方たくさんいらっしゃるんじゃないかな。そして、おばあさま104歳。すごいですね、長生き。でも、おばあちゃん嬉しいと思うよ。早くご時世ってか、これ落ち着かないかね、本当に。いやー、なんか、この方、ガーディアン皇帝さん以外にもね、こういうふうに思ってる方たくさんいらっしゃるんじゃないかな。まめにね、定期的にまた連絡取ってあげてくださいね。素敵なお便りありがとうございます。では続けて読んでいきます。ラジオネームくるみぱんさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。そうめんの CM を見て夏も近いなと思って思い出したお話です。うん、結構昔の夏の日、みんなで夏祭りに行きました。一人の女の子が浴衣で、決めてきて、それは好きな男の子との距離を縮めるためでした。だがしかし、集合時間にその男の子は現れません。電話をしてみると、寝坊したのでキャンセルしたいというので、せっかく女の子が気合を入れて浴衣で来ているのに、と思い、ブチ切れて、つべこべ言わず、とっとと来やがれ、と言いました。彼はバイクを飛ばして到着すると、女の子の服装を見て全てを察しました。彼女はその日告白をして、お付き合いするようになり、彼はバイクを二人乗りの大型スクーターに買い替えて二人で様々な場所に行き、二人はやがて結婚しました。結婚後女の子にあの時はありがとうと言われたのですが、13話のアニメが作れそうなこんな素敵なお話を見せてくれたお二人にこちらからありがとうと言いたいです。こんなことあるんだね。よかったね。しかも彼がさ、二人乗りの大型スクーターに買い替えてっていうくだりもよくない？いや、くるみぱんさんはすごい素敵なキューピッドだね。いやー、無事結婚したっていうのが素敵。くるみぱんさん、また、ご自身のでもいいです。のろけ話があったら、ぜひ送ってください。では、続けて読んでいきます。ココネーム、のぶちーさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。小さい頃から絵を描くことが好きだった。私の中学時代の夢は人を笑顔にできる作品を作ることでした。なので私は夢を叶えるためデザイン系の学科がある高校に進学しました。同級生たちのレベルは、桁違いに高く、どれだけ頑張っても周りに追いつくことはできませんでした。それどころか描けば描くほど絵が苦手になっていました。でも絵を描くことだけが、創作活動ではないし、何より私はまだ夢を諦めきれずにいたので、卒業後、デザイン系の専門学校に進学しました。そこでは主にグラフィックデザインを学んでいたのですが、この2年で自分には画力のみならず、デザインセンスもないことを痛感しました。社会人になってからは、創作活動自体をほとんどやらなくなってしまいました。そんな、弱音や言い訳ばかりで逃げ続ける私を救ってくれたのがココちゃんでした。うん。ココちゃんはラジオやアニメなどいろいろなところでたくさんの人たちを笑顔にしてくれています。そんなココちゃんを見ていて忘れていた自分の大切な夢を思い出すことができました。今の私の夢はあの時と同じ人を笑顔にできる作品を作ることです。なのでまずはココちゃんにありがとうの気持ちを込め、ココちゃんが笑顔になれるような似顔絵をいつか送りたいなと思っています。
ココちゃん、私にもう一度頑張れる勇気をくれて、大切な夢を思い出させてくれてありがとうございます。なんと、いや、こちらこそありがとう。泣いちゃう、嬉しい。そっか、デザインね。なんだろうな、ものづくりとか、あとやっぱこう表現の仕事、まあ、ジャンルは違えど私たちもお芝居っていう形で表現をしているんですが、難しいよね。お芝居と一緒で正解ないじゃん。人の数だけ答えがあるみたいなさ、感じだから、だから今はさ、すごく有名な、もうものすごい値段のつく価値がある、画家の、世界的にね、有名な方の絵とかって、今はいいけど、評価されてるけど、まだ生きてらっしゃった時代は、全然相手にしてもらえなかったとか、なんか、そういうことって昔からあったはずだから、なんかわからないよね、本当に。こういう表現っていうかデザインって。で、今ってやっぱ現代アートとかもこう、徐々に出てきているじゃない？で、私前回のラジオでちょこっと話した写真を撮るのが好きとか、そういう話してますけど、やっぱね、デザインって、こう、見ていけば見ていくほど、奥深くて、よりわからなくなるし、より魅力的なんですよね。だから、なんか、どうしてそういう発想に至ったんだろうっていうものもあったり、現代アートだと、これは、どういうメッセージ性なんだろうって。で、あえて解説があるものもあれば、あえて解説がないものとかもあって、子供目線で見ると、なんか、ちょっと、ごちゃごちゃしてて怖いっていうものもあれば、大人視点で見ると、これが今の現代社会の現れだとかさ、そういうなんか、発想が、なんかすごいなっていつも思って、私いろんなもの見てる。なんか本当はこのご時世になる前は私美術館とか行くのすごく好きだったんですけど、まあちょっとね難しくなってきたから、今便利な社会だからインスタグラムでこういろんな写真の作家さんの作品とか、あとなんかこう画像とかがこういっぱい見られるサイトとかがあるから、そういうところでこういうのを拝見するんですけどね、なんかどんどんキラキラして、私にはね、キラキラして見えて、だからこういう世界に、しかも人を笑顔にできる作品を作ることってすごい大きな夢じゃない。だから、すぐにね、叶えることってやっぱ難しいと思うの。その答えにまずたどり着くのに、ご本人としても時間がかかると思うし。ただやっぱり、なんか、こういう素敵な、こういう夢を持っていること自体が私は素敵だなって思うから、ぜひ頑張っていただきたいなと思う。こういうのって本当、時間とか年齢って関係ないからね。ぜひ応援してますよ。いつか、ノブジーさんの作品私見に行きたいなって、本当に思いました。応援していますね。では、続けて読んでいきます。ココネーム、春巻さんからいただきました。ありがとうございます。冷凍食品のたこ焼きに感謝です。夜中にたこ焼きが急に食べたくなることよくありますよね。最近お気に入りのものを見つけたので大変お世話になっております。電子レンジで温めるだけで美味しいなんてすごいですよね。終わり。うん、すごいよね。最近の冷凍食品ってすごくないですか？この前番組見たら、いかに冷凍餃子がすごいかっていう番組がやっていた。ほとんどの冷凍餃子ってやっぱり焼くんです。ただ、油も敷かなくていいとか、なんかそういうのがあって、あ、すごいなって。で、中にはセブンイレブンなんかね、焼かずにチンで食べれるっていう。チンすれば食べれる。すごいね、今の時代本当にね、素晴らしいと思うよ。うん、何？好きな冷凍食品は？冷凍うどんが私は今すごく好き。で、私が行くスーパーには低糖質というか、すごい糖質をカットした 40% カットしたうどんが売ってて、おい、よ、食べれんじゃん夜とかって思って、でもまあ糖質入ってんだけど、すごいよね。そのまま
ね、その焼きうどんにもできるし、そのままちょっとチンして、なんか普通におつゆが入ったうどんもできるし。素晴らしいよね、冷凍の食べ物ってね。え、作家さんは冷凍物何が好きですか？あ、チャーハンね。美味しいよね。なんだったら自分で作るより美味しいんだもん。ね。すごいよね。はい。というわけで、引き続き皆さんからのありがとうのエピソードお待ちしております。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、星空のガーディアン皇帝さんにお送りしたいと思います。104歳のおばあちゃまがいるってすごい素敵なことですよね。しかもそのおばあちゃまを大切にしているって素敵です。本当に私感動しました。ぜひこのステッカーが送られたところで何かがあるわけではありませんが、ぜひ記念に受け取っていただけるととても嬉しいですよ。そして個人的に気になるんだけど、春巻さんは何なんだろうね。誰に感謝してたの。これたこ焼きにありがとうってことかな。冷凍食品にありがとう。じゃあ冷凍食品の会社さんにぜひ感謝の手紙を送ってみたらいかがですか。はい。というわけで私からのお知らせです。NHK の E テレにてオトッペという作品が放送されておりまして、私はウォッタを演じております。そしてネットフリックスの方ではヒルダの冒険という作品で私はデイビッドを演じております。そしてドラゴンクエスト大の大冒険ではメルルを演じております。そしてアイ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 スクリーンではストッチーを演じております。ぜひご覧ください。そして、前回に引き続き私この後ですね、放送されますテレビ朝日の声優パーク建設計画に出演させていただいております。ぜひお時間よければご覧ください。そして明日は夜ナイトですね。はあ、なんかいっぱい宣伝できてとっても嬉しい。そして何ですか今週の一言はラジオネーム猫平行さん。マジか、猫平行さんから。そっか、わかりました。ということで聞きたいなという方はこのまま引き続き聞いていただいて、結構っていう方はもうそのまま閉じちゃって、次のねラジオ聞いてください。でも素敵な番組ですよ。ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。どうせ他の女の子にも可愛いって言ってるんでしょ。んだ、言ってみたいわこんなこと。リア充だなこれは。